おはようございます。ウェザーニュースキャスターの江川紗友です。今日のお天気見ていきましょう。まずは流れを確認していきます。今日は上空に強い寒気を伴った低気圧の影響を受けて大気の状態は不安定です。特に関東から中国、四国エリアにかけて広い範囲で強い雨、雷雨に注意が必要です。また突風やあられを伴う恐れもありますのでお気をつけください。北海道では東の海上にある低気圧の影響を受けて日本海側ほど雪の降りやすいお天気です。ただだんだんと天気は回復へと向かう見込みです。体感は天気によって変わりそうです。日差しが届けばぬくもりを感じられそう。九州の南部の方では4月並みの気温となりそうです。ただ日差しが届かなければひんやりと感じられます。脱ぎ着できるようなうまく調節を行っていただきたいと思います。それではアイコンで確認をしていきましょう。こちらです。関東から中国、四国エリアにかけて日差しが届きますが天気急変の恐れがあります。お出かけの際雨が降っていなくても雨具を持つようにしてください。北陸から山陰エリアにかけてこちらのエリアでは雨が降ったり止んだりとなりそうです。各地で雷雨や突風などの恐れがあります。天気の急変注意が必要となりそうです。また各地で花粉が飛びやすくなっております。スギ花粉症の方は対策を万全に。九州などではすでにヒノキ花粉飛散し始めているところもあるようです。ヒノキ花粉症の方も対策を行うようにしてください。以上今日のお天気確認していきました。それでは素敵な日曜日をお過ごしください。